キャッシュは CPU のバスやネットワークなど様々な情報伝達経路においてある領域から他の領域へ情報を転送する際その転送遅延を極力隠蔽し転送効率を向上するために考案された記憶階層の実現手段である実装するシステムに応じてハードウェアソフトウェア双方の形態があるキャッシュ概要図転送元と転送先の中間に位置し データ内容の一部と、その参照を保持する。データ転送元への転送要求があり、それへの参照がすでにキャッシュに格納されていた場合は、元データからの転送は行わず、キャッシュが転送を代行する。もしくは出力データを、ある程度滞留させ、データ流度を高める機能を持つ。これらによりデータの2種の局所性、すなわち時間的局所性と空間的局所性を活用し、 データ転送の上調性やオーバーヘッドを低減させることで転送効率を向上させる。コンピュータの各記憶領域をはじめとして、ネットワークやデータベース、GPU、DSP など様々なシステムの様々な階層に搭載されている。記憶階層の例データを保持する記憶装置のコストバランスは通常小容量高速大容量低速が成り立つ。 小容量高速記憶装置の代表は CPU レジスタであり、大容量低速記憶装置の代表はハードディスクや磁気テープなどの補助記憶装置である。記憶装置の理想は大容量高速アクセスであるが、通常コストパフォーマンスが悪く実現困難である。そのため、小容量高速、中容量中速、大容量低速など複数段階にまたがった記憶構造とし、 各レベルを各々回レベルの一時記憶として用いることで代替する。この構造を記憶階層という。記憶階層の内キャッシュに該当する L1 キャッシュと L2 キャッシュについて上位の L1 キャッシュに存在するデータが下位の L2 キャッシュにもデータが存在する方式と上位の L1 キャッシュに存在するデータが下位の L2 キャッシュに必ずしもデータが存在しない方式がある。 時間的局所性データの再利用率とその時間的特性を示す言葉。ある領域のデータ転送が行われて、同一データの転送が再度近い時間内に行われている場合を時間的局所性があるという。CPU における命令キャッシュや Web ブ,ブラウザなどにおけるファイル単位のデータ保持などは転送が行われた近い期間にループや戻るボタンなどによる。 再転送要求を期待してアクセスがあったデータをある程度後まで保持しておく。逆に音声のようなストリームデータなどは時間的局所性はあまりなく下記にある空間的局所性に頼った効率化を図る必要がある。空間的局所性データの格納位置に対する偏在性を示す言葉。ある領域のデータ転送が行われて近い時間内に 連続ないし勤防領域のデータ転送が行われている場合を空間的局所性があるという。真にランダムに転送されるべきデータというのは少なく、大抵のデータには空間的局所性が存在する。一般的にデータ転送でスループットより0点子、すなわちデータ転送帯域より転送距離が問題となる場合は、小さなデータを何度も転送するよりも少ない回数で、 より多くのデータを転送することで効率向上する場合が多い。従って転送元は空間的局所性を期待して未要求の近傍データも同時に送りキャッシュにより未要求データを保持することでキャッシュ回レベルとの転送セット回数を削減しようとする。CPU キャッシュメモリのラインサイズはこの空間的局所性に鑑みて決定される。ありがとうございます。